アマティビティチャレンジ。今日はサップを楽しみたいと思います。後ろにあるゾウさん岩、あの洞窟の中を一度も落ちずに一周回れるかチャレンジしたいと思います。行ってきます。楽しい。すごい。わあ、うわすごいね。本当にゾウさん、新井さん今日はありがとうございました。やっぱりサップ気持ちいいですね。サップを使って天草の景色を皆さんに楽しんでいただければ嬉しいです。さあここでクイズです。ゾウさん岩で有名なここ妙見村ですが、実はゾウ以外にも動物に似た岩が2つあります。その動物は一体何でしょう。答えは実際に来て探してみてね。